こんばんは。こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。こんばんは。三色団子ありがとうございます。桜の花びらありがとうございます。こんばんは。桜の花びらありがとうございます。おかえり、ただいま。三色団子ありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。ハートありがとうございます。桜の花びらありがとうございます。音符ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。あおみさんとお話はできてないですね。結婚してあぐたありです。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございます。お口かわいい、今塗ったの。桜の花びらありがとうございます。今塗っちゃいました。ごお疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗、お、すごい桜、ありがとうございます。ココアちゃんもしっかり見て、ありがとうございます。桜のじゃないわ、なんだ、三色団子ありがとうございます。あみさん見たの、でもお披露目と劇場15周年とかかな。ゆまるさん、桜の花びらありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは。青春グローイングのあれでしっかりマリンちゃんを見てるのを DM で見てる。青春グローイングどれだろう、どこだろう、どこだろう。アーカイブ、お、アーカイブ。みおちゃんがココハちゃん行動おかしいって言った。嘘、行動おかしいかな。おかしかったつもりはないんだが、笑ってくれるならそれでも嬉しい。三色団子ありがとうございます。前髪ね、切ってないかな。幕張の前日に切ったかな。落ちサビんとこ、どこだ。あーん、あれか、そういうことか。マリさんが一人で一瞬グローインっていうところか、見てますよね。ほんとすごかったよね。これリハーサルをさ見させていただいてさ、あおみさんたちのすごかった。桜の花びらありがとうございます。結婚してお断りです。ほんまめっちゃすごかったな皆さん。もしあれね、わかりました。めっちゃ見てました。今日も可愛い、ありがとう。今日ブログだ。うん、そういうことね。ちょびっくりさせちゃったからね。川村さんがスカート欲しいって言ってくれたって、ご機嫌でした。スカート欲しいって言ってくれた、うん。アイフォロね。あ、よかったですか、歌割りんとこ。ありがとうございます。あ、久々、ありがとうございます。初めましてではないんですけど、そう、加入した時はあのいらっしゃったので、初めましてではないんですけど。三色団子ありがとうございます。いいじゃない、お、動画ありがとうございます。濃いめにしたよ。ショールームなんか薄く映りがちだから。流れ星ありがとうございます。桜の花びらありがとうございます。自己紹介スピード、それは多分ね、勘違いかも。足の長さが羨ましい。私、たまたまえなちゃんの、なんて言ってたかちょっと本当に教えてほしい。心の底から教えてほしいので、本当にコメントしてください。本当にお願いします。心の底から
本当にお願いします。本当にお願いします。本当にお願いします。教えてください。昨日さやねーのブログが流れてきてブログ前でした。にゃ違う、さやちゃんで思い出したんじゃないかも。え、なんで思い出したんだっけ。急に普通に思い出しただけかも。うん、急に、いやなんか違うわ、なんか事務所行くまでにブログを書こうと思ってたんだけど忘れてて、だからブログってことはなんか一回頭にあったのね。だから急に一人で思い出しました。最前とセンターでここは、なあ、ありがとうございます、見てくださって。 DMM、 あ、本当にこうスイッチングね、スイッチング見ないからね。顔がめっちゃ上よ。そう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 、ちょっと重なってはいるんですよね。もむむの質問コーナー返信見てちょっとニヤニヤしました。昨日の質問、ここ背景って画面に叫んでた。ちょっと行こうとしたんだけどね、なんかマイクのなんか線があれで、なんかそう声が入るか分かんなかったからちょっと行けなかったんだよね。そういうちょっとあれがありました。お見送りな、嬉しかったよ、ありがとうございます。今日ひめたんさんとね結構いっぱい喋れました。私ひめたんさんのなんて言うんだろう、行動がちょっとめちゃめちゃ面白くて結構今日話せたかなと思います。急に思い出してよかった。三色団子ありがとうございます。とある曲わかんないな、どれだろう。前半、前半ですか。流れ星、桜の花びらありがとうございます。違うんだよね、そう、そういうちょっと理由があって行けなかった。大学の同級生で集まったけど広島の大学なので東京、そうなんだ、みんな東京にいるの。キメイさんと話してて座らず横に立ってほしい。その話さ、ここもしたよね。やば、エナさんと一緒の話してた。運命運命。そうなんだよね、エナさんめっちゃかっこよかった。座りなよって椅子までわざわざ持ってきてくれてね、話したよねみんな。いや嬉しいな、一緒の話してて。こんばんは、めっちゃ可愛かったです、ありがとうありがとう。そう、椅子座りなよって言ってくれて椅子持ってきてくれたんだよね。結婚してあくないです。そう、ひめたんさん面白くて、 S 初出演以来の、おありがとう、振ってくれて見てくれてね。おばあちゃんで今日星のための前回と同じ、あー確かに同じ席でも違う景色だったもんね。中ちゃんと姫ちゃんとのスリーショット、あ、マジですか、どこにだろう。みゆさんの X とかかな。そう、スリーショットもね撮っていただきました。今日はね、そう、みゆさんとも結構いっぱい喋ったかも。その先輩たちはなんか本当にめっちゃ仲良くなりました。めっちゃ仲良しですね。ブルーベリーからさん聞く。ありがとう、めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。地元で就職したけど、あ、そうなの、みんな関東にいるんだ、大学の。すごいね、広島の大学からさみんな関東で就職ってすごいね。小判ありがとうございます。4月も公演たくさん出てほしいな、もしかして、うん、機会があればぜひ来てほしいです。公演見てほしい。桜の花びらありがとうございます。そうなんですよね、ココアちゃんルームでもその話をえなさんかっこいいエピソードとしてね話してたんですけど嬉しいです。言いたい、でもありがとう。マリサと結婚するので、ココアはね残念ながら虎年じゃないんだよな、ココア鳥年なんだよな。あ、ミサデックス S は散歩締めですかね。ヤホミさん話せてないよ。そう、ルーさんと仲良しでした。ココアちゃんと11期の話した覚えないんですか。うん、話したことないよ、プロフィールに書いてたからさ。桜の花びらありがとうございます。頑張るね、ありがとうございます。青春グロイングね、いつも青春グロイングさ一緒にやってくれるから、プロフィールの S ライン名前ちょっと12研究生でやらせていただいてます
あ、酔っ払ってるのか。見てたよ、ドラシ聞いてたよ。生誕の余韻、お、よかった。ホッとホッと。結婚してあこなりです。あ、あなたで思い出した。今日はイズリンさんに最後の、あん、一番最後の衣装、スカート短いねって言われました。絶対毎公演誰か一人に言われるけど、今日はイズニーさんでした。お見送りね、ありがとうございました。桜の花火ありがとうございます。いやー、見ちゃうよね。桜の花火はたくさんありがとうございます。今日隣がおえー、嬉しいな。なんで姫ちゃん好きって知ってるんですか。いやー、それはもちろん知っております、存じておりますよ。存じておりますよ。これ姫香さんって呼びたいな。ダメかな。ダメかな。いいかな。こんばんは、初見コメントありがとうございます。確かに学校の先生みたい、何でも知ってるんだよね。しれっと呼んでみるか。じゃあしれっと呼んでみようかな。スカートね、負けてないんだよね。なんか短いんだよね。なぜか短いんだよね。あ、何でも許してくれる。え、だよね。なんかめっちゃいい名前じゃないですか。めっちゃいい名前だからさ。そう、こわみって何、こわみって何、なんでスカート短かったの。なんで。背が高いからですかね。知らなくて、知らなくていいことなんてこの世に存在しないんだよ。いや、足が長いというか、ここは足が長くないんですよね、別に。なんか腰の位置が高くて、なんか足が別に長いわけじゃないかも。桜の花見でありがとうございます。まあまあ身長が高いっていうのが一番ですよ。その身長が高いからっていうのが一番かも。自慢じゃないよ。全部こう、お、いいですね。公開スタイルがやっぱいいですよね。愛島スカートなんか見えないよ。てか、まあ、なんか履いてるしね。あの入ってるので。スカートね、まあでもまあ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 って感じですよね。まあ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 、ココアそんなに何でも知らないよ。ココアそんなに何でも知らないよ。こんばんは、桜団子、三色団子ありがとうございます。そんな何でも知らないよ。そんな何でも知らないです。わかめちゃん、いや、わかめちゃんほど短くないですよ。スカートね、短いかな、わかりません。感性鋭いですか。いやいや、全然。ハートありがとうございます。ユニットね、確かにね、いつかできたらいいな。3月上旬で公演、ココアちゃん気になって名古屋個別に間に合わせてもすごくない。いや、すごい、本当にすごい。来てくれて嬉しかったもん。ね、来てくれて嬉しかったもん。秘密主義出る、嘘。 X 見て、いや違うんだよね。そう、たまたまさ、お誕生日って流れてきてさ、あ、なんかショールーム多分来てくれたことあるよなーと思って。でもちまあ一応誰をしか気になっちゃうんですよね。そうそうそう、普段も短いスカートね、履きますよ。トーク会とか履きました。あれは短いのかちょっと分かんない。
けど、ちょっとたまたまそういうこともあります。劇場、お、おかえりなさい。マイドリーム、あ、そうね、マイドリーム歌い出しだったんですけどね、マイドリーム、マイドリーム歌いました。嬉しい、心に染みました。優しいですね、ありがとうございます。記憶力すごいかな。記憶力ね、どうなんだろう。流れてくる、流れてくるよ。よろしって、そりゃご飯流れてくるよ。あ、チキに多いんだ。マイレボ、マイレボ二人、どうなんだろうか。うん。どうだっけ。もうすぐ半年、そうなんですよ。もう4月1日で半年に経っちゃうんですよ。今がある。いやー嬉しいね。でもそれきっかけでおしまいもしちゃいました。しくでもはくってば。まやさんにバレてた？みおまるさんの服ね、欲しいよ。もちろん。でももうさ、なくなるって言ってた。5月ね、待ち遠しいね。いや半年早いですよ本当ね。次の半年はね、もっと成長できる半年になると嬉しいなと思います。半年早すぎる、本当に本当にあっという間だったね。本当にあっという間だったけど、なんかこう、なんて言うんだろう、ちょっとまあ慣れてきたりして楽しい毎日を送らせていただいてます。お母ちゃんオンリーワン、それは嬉しいけどさ、オンリーワンではないじゃんね。サフレたくさん出して、うーん、成長してますか、おねだりしてみな。半年以上分の楽しいことが、うんね、トーク会もあったしね。半年の間に3月のトーク会ができたのはね、嬉しかったな。日曜日で、お、待ってます。コンコンが行けなくなったトレードが当たったんじゃない。楽しいのが一番だよね。そう、31日ナンバーワン。あ、生誕祭ね、確かに生誕祭もね、させてもらって、それがね、確かにね、見送りね、マリンさんと近いことはめったにないかもしれない。うん、ねえ、ここは沖さんの家具欲しいんだけど、沖さん家具ください、さん家具ください。 S の見送りは、いや順番とかあるのかな、わかんない。コカホはいつもなんとなく割と結構一番になんかステージ上に上がることが多いんですけど、まあ、大体なんか手前にいて人が入ってきてっていう流れに身を任せてますね。最近はそうですね、みくるさんが隣に来てくれることが多いですね。でも本当になんか、あの S は本当になんか流れに身を任せてます。ステージを登って、あ、人が集まるのをこうなんか待ってたら、あ、私今日ここねみたいな感じですね。え、12期も乗せてもらえるの？自己紹介、そうそうそう、自己紹介今日隣でしたね、マリンさん。わ、31日待ってます。歌頑張っちゃおう。集合写真もそう、全然なんか流れ、お見送り今年の。そうだね、それはそう、集合写真も割となんかココハはちょっと見てる。声見るためにね、嬉しい嬉しい、更新されたよって言ってくれてめっちゃ嬉しかった。え、自分のレスキー出るの？私、え、私知らなかった。あ、出るの？
あ、そう、生誕の時は、そう、生誕のね、主役がね、一番最後なんですよ。知らなかった。知らなかったです。知らなかった。今知りました。結婚して、あがたいです。知らなかった。あ、そうなんだ。何月に出るやつなんだろう。名前載ってました。わお。12期のツイッターに載ってた写真可愛すぎました。あ、私が今日あげたやつ？あ、違う。5月？え、サプライズだね。サプライズされた。私なくて。私、あ、私？ 5 月15年？コロマチ？私もね、確かに嬉しいよね。トップエルネオさんもね、あのね、もうすぐ。だしね、あの4月だからもうすぐですね。今日が何日なのかちょっとわからないですけど、27かな、もうすぐです。いろいろバレーボール、バレーボール、お、4月1日のエスコンやったって30、お、嬉しいな、連日待ってます、嬉しい。じゃあ S 見て、あ、違う違う違う、制服の目見て、 S の目見て、もうちょっとまあ二面の告白を見てください。ありがとうございます。試験コメントありがとうございます。あ、ゲットしま、いいだしね。ありがとうございます。長さ違うね。推し役面白すぎ。あ、2日連続の人多いね。写真撮られるのは緊張しないかな、まあ、別にね、緊張しないんだよね。何事にも緊張なんかわかんないな。こんばんは、お酒に優しく、よかったよかった。制服の目よりS公演の方が会えてるってことは、今ってかさ、あれだよね、だから S の方が多く出てるってことだよね、制服の目より。こないだトントンだったから自分もびっくりだったので、4月はちょっとおとなしくするの。桜の花のびら、ありがとうございます。自己紹介、今日ね、初めてマリンさんのなんか左隣でしたね、自己紹介。4月はゆったり楽しくできない。まあでもそっか、4月ね、まあトークと握手会はないから、まあなんかね、そこはね、回数としては会えるのが減っちゃうかもしれない。たくさん公演あるといいよね。でもいろんな方に来ていただけたら嬉しいなと思います。あ、ここね、これ影ね、影なんです、影。チーム紫、未完全くらい、うん、うん、2個目の衣装か。あー、4月ね、4月6?7ね、意外ともうすぐでびっくりした。今日ちょうどその話をしてたんだ。意外ともうすぐでびっくりしましたね、未完全が。ごま試験コメントありがとうございます。亀子は台湾から、ありがとうございます。4月って仙台行ったり、仙台行ったり、東京、私が仙台行ったことないな。試験コメントありがとうございます。7か、甘江さん推しは、あー、写真集イベントか、なるほどね。うちらの未完全ね、未完全も楽しみですね、楽しみでございます。ちょっと寒いな、まだ。どんな感じかね、ここもちょっと気になってる。
キドキ。ああご褒美ねあるかな。やっぱ先輩に勝たないとね。全然もう普段晩ご飯何に食べるんですか。いろいろ。いろいろです。ラーメン食べ放題、まあ、ラーメン食べ放題か。じゃあ食べ放題ならまあでもお肉がいいかな。先輩勝つよ。もしも、もちろんもちろんもちろん勝ちますよ。遠慮なんてしませんからね。いろいろやっぱまあ記名さんですから相手全然ちょっと勝ちますよって感じですね。とカレール送ってください。いやお肉好きです。お肉嫌いな人は、まあ、今いるか、まあ、いるけどあの、まあ、結構みんな好きだと思います。お肉はね結構好きだと思いますよ。みんな餃子確かに無限で食べるそう。餃子ね、いやなんか餃子はお家で作るのが好きで、ママが作ってくれる餃子がそれはマジで無限ですね。なんか結構餃子パーティー、パーティーっていうかまあ普通に鉄板じゃないホットプレートとかで餃子とか作っよく作ってたんですけど、作ってくれてたんですけどママが。もうそれはもう美味しすぎてもう最後まであのホットプレートの前にいましたね。もうやっぱホットプレートで焼きながら食べてて、もうごちそうさました人からさ、あのこう家族がねごちそうさました人からこう何もうごちそうさまーしてどっか行くんだけど、ここは最後までホットプレートの前に残って餃子食べてましたね。いやママの作る餃子食べたいな。ママの作る餃子と春巻きと麻婆豆腐とナゲットと食べたいな。人の料理が食べたくなるんですよね。海鮮食べ放題いいな。サーモンとかいっぱい食べたい。キブラいやありがとうね、あの時は期待に応えてくれて。しっかり1週間だけ食当たりを、でも人生1回だけかな食当たりなのかな、あれはちょっと分かんないけど、あんまりしたことがないから無限に食べられそうで結構食べ、確かにあるあるかも。羽根付き、まあ、にしてもいいよね。中華料理食べたいよね。わかる。そう家の餃子がね一番美味しいんだよね。そう餃子包む作業はいつもやってました。ここはやりたくて。あ、生姜焼きが好きな、中華好きです。私中華大好き。そう我が家の味餃子ね、あっす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 、いいよ。浜松市、あ、そうなん、そうらしいね。なんかこの間初めて知った、あの浜松餃子が有名なの初めて知った。この間宿当たりなのかな。宿当たりしたことないかも。野菜、うー幸せな家族の映画か。一応1枚とかなったことないな。ここは結構さ健康なんだよね今まで。桜の花びらありがとうございます。なんか怪我もしたことないし結構健康に生きてきてます。鉄人なんですよね。浜松の餃子食べてみたいなとか、まあ、普通に静岡行きたいな。なんか静岡行きたいな。静岡行きたいな。静岡行きたいな。静岡一人旅とかしようかな。静岡行きたいね。キメイさんの実家に泊まりますわ。じゃあ一人で静岡旅行行ってあのキメイさんの実家に泊まりたいと思います。いや普通に静岡行きたいんだよね。行ったことなくて。あ、次1日よろしくお願いします。1日もよろしくお願いします。ホワイト餃子とかあるんだ。パル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 ゴミ発疹。うーん、うー爽やかで食べたことないんだよね。
から、まあ、なんて言うんだろう、近場を一人旅行とか行きたいな。だから静岡とか、だから なんだ岐阜もう岐阜はさ行ったことある、あ、あるかな、その近場で行ったことない県とか、あの行きたいなっていう気持ちですね。あ、餃子、餃子ね食べたいな。いや一人で行くよあ、行ってくるな、タイムリーだね、いいね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 。今日の公演はどうでしたか。3月ラストでしたよ、 S 公演ね。3月ラストでした。もう早いね、3月は全部出れたのかな。めっちゃ嬉しいんですけどね、本当に嬉しい、本当に嬉しいね、嬉しすぎ。けどやっぱなんか辛抱寺だとなんかちょっと今日も大量すぎるぐらいの反省点というか、まあ、まあそこはね勝手に自分で反省しときよって感じだよねそんなね公演終わった後にねちょっとダメでしたとか言うのダメだよね、普通にね、まあ、勝手に自分で一人でねあの反省しときますよそれはね。ちょっともうなえって感じだけど、まあ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 それは勝手に一人でどうぞって感じだよね3月そう全部やったっけ、うん、まあそれはね、まあ、勝手に一人でもう反省したいと思いますやっぱねなんかね、いやー飲み汁が多いんかな、うん、まあ頑張りたいと思います。コアちゃんはエスコン A 大好きだよ、向上心、そうね、やっぱなんて言うんだろうな、シンポジーでもこう一発目からできるっていうのがさやっぱ普通じゃないですかだからちょっと今日はねちょっとアーカイブ見るのも嫌なぐらいなんですけど、いやまあそれは言っちゃダメですね、はい。でもなんか先輩がねもうみんな優しくて幸せでしたよ今日もいやみんな優しかったね今日横にゃんさんとも今日おしゃべりできたな、ゆずぽさんともおしゃべりできたなみんな優しくて、いや先輩が優しくてなんか優しくて泣きそうになるなんでこんな優しいんだろうみたいな、そんなさにゃん使ってないかもなんでこんなにね優しくしていただけるんだろうって思ってじんわりしちゃうわ本当ね。なんか全然もうご迷惑ばかりかけてるんですが、ご迷惑ばかりかけてるのにね、ね人の優しさに触れると泣きそうになるの分かるよね。そうなんだよね、確かにね。だからここはもその分優しさをねやればいいんだよね他の人にねいや本当になんか優しくてびっくりなんだけど、びっくりじゃないんだけど、ね、いや本当ご迷惑ばかりかけているのに優しくしてくださって本当いつもありがとうございますの気持ちです優しい世界です。いやもう本当に優しくて、いやここはなんて優しくないんですけどね、ありがとうございます。本当皆さんありがとうございます優しい先輩に囲まれて今日も優しい気持ちになりました、感謝。いやでもね全然また頑張っていきたいと思います頑張っていきたいと思いますよ。自分優しい元気する絞りたいけどアンダー出てくれるのが一番仲良くなれって君江さんも言ってた。ああそうなんだ、で
キメさんとね仲良しなのはココハだけでいいと思うんだけどな。頑張ってるからね。そうなのかな。じゃあもっと頑張れない。頑張ってるからね、優しくしてもらえるならね、なんかその優しさに応えられるようにもっともっと頑張りたいと思います。同担拒否じゃないですよ。でも全然なんかココハだけでいいのになって思いますね。キメさん、やさお自分優しくしてほしい。ね、優しくしてもらえるのって嬉しいよね。同担拒否じゃないよ。だって別にいいよ。だってそんなさ素晴らしい方だから、みんながさ好きなのは当たり、あ、でも好きでしょみんなっていう感じ。こんなに素敵な人なのに嫌いな人いるのみんな好きでしょっていう気持ちだから同担はいい。でもこっちから来る矢印はココハだけでいいのになってこと。そうそう、こっちから矢印はもうみんなでいいんですよ。もうだってこんなに素敵な人なのに好きじゃないとおかしいから。そう、でもこっちからはココハだけでよくないっていう、そういう気持ち、まとめました。そういう気持ちですね、本当に。そうね、今日キメさんにね、抱きしめてほしい気持ちだったけどすぐ帰りました。私は抱きしめてほしかった気持ちを気持ちとさよならして帰りました。忙しそうだったから今日。キモニャンやめて、キモニャンやめて。あ、そうですね、まとめ上手ですね。キモニャンじゃないです。キモニャンじゃないですけど、うん、嬉しい。これ読んでいいか分かんないけど来てくれてありがとうございます。読んじゃダメかな、悲しいね、悲しいよ。気持ちを押し殺して帰ってきたんだよ。なんだ5人。あ、そうだね、4月1日ね。この嫌だよ、寝込む10日。こんばんは、こんばんは。てれてれてれ、次は31、何日後、まず何日後だ。制服の目、制服の目なんかめっちゃ久々だよね。次ね、ちょっと今日が27、28、29、30、3日後か。3日あるのか。日曜日、今日が水曜日だから木金土3日ですね。3日ということで、3日です。いや、エナさんは全然もう何、土俵が違うと思ってますので、私なんか全然なんで。あ、間3日だと4日後か。確かに年度締めと年度始めの公演に出ます。今年度最後の3月31日の制服の公演と、来年度お初の4月1日のエス公演に出ます。そうそうそう、マブだから。そうそうそう、お土産ね、エスをなんか置いてくださってたけどさ、もう今日マジでさすぐ帰っちゃってさ取ってないんだよね。もらいそびれちゃった。1日入る、あ、待ってます、待ってます。そうね、ココハで終わってココハで始まります。今日ココハ忙しくなかったよ。
いやいや全然ココハなんてまだまだですよ。もう住みたいですね、逆に言えば。逆に言えば住みたいですね。たくさん出たいので、ココハはたくさん出れるのであれば出れるだけ出たい派なので住みたいんですけど、まだまだですよ全部なんてね。なかなか、あ、年度終わりと年度始めて休み取れにくいんだ。いやいやそういう意味じゃないのよそういう意味じゃないのよ。3月いつ来る、お、よかった。確かにね、年度ってあんまあれだよね、なんか学生とかだとあれだけどさ、寝てるから劇場では寝たことないもん。サイリームはココハで、お、ありがとうございます。ホガちゃんの子、お、本当に嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。5月になったら劇場住みたい、え、だよねだよねもう住みたくはないんだけど現実的なことを言うとね、別に住みたくはないんだけどっていう気持ちです確かにな、どこに住んでるかにもよるけどね、客席に住んでるならさ当たんなくても戦場の主マックシート毎日こうやりたいね。わかる、ご飯もなんか客席で見たいな入らせてくれって感じ、もう全然どこでもみたいな。確かにね、でもそんなね、そんなそうやってさ思ってくださるさ、公演をしている先輩方ってすごいよね。6時半だと仕事終わりでギリ間に合っちゃうの本当に。いやいやいや、良いんですよそれ良いんですよ。名古屋広島の隣にしてくれ。確かにな、入る前客席で見たことない。客席で見たいのはなんだろうな、鉄団とか見たいかも。金銭面がちょっとねまあそれはそう、あーそうなんだ、とりあえず劇場の人も多かったんだ、すごいね。いい？流れ星ありがとうございます。キャンセル待ちってくじ引きなんだ、すごい楽しそう。とりあえずおしてたん、遠征ですごすぎるそう、モニミあるから。モニミってどんなんなんだろう、あんまり分かってないどういうあれなんだろう、盛り上がってるのかな、それとも静かにみんな見てるのかな。絶望感ね、確かに遠征してキャマチすごいね、みんな、あ、静かに見てるんだ、モニミの人は。まあ、どこで見てるの画面は大きいの、あ、声出し禁止なんだ。劇場前のロビーでそりゃ声出しダメだよねご迷惑がかかっちゃうね。中に散歩画面は大きいの、結構見れちゃうのかな。あー DMM、 あー確かにな、 Mac の注文待ちの画面ぐらいMac の注文、あー番号呼ばれる、小さいねそれは。近づ、音がしてたんだ、いいねあ、メンバーし、あーそうなんだ、静かだったんだうん
あんまロビーに行ったことがない。なんか未完全のさ YouTube もさここは撮ったことないしさ、ロビーに行ったことがないな、あんまり。そもそも劇場の最終オーディションの時くらいかもしれない、ワンちゃん。え、ワンちゃんその時だけかもしれない、最終審査の時だけかも、ロビーに行ったの。 YouTube さやりたいんだけど、あの未完全の YouTube めっちゃ楽しそうでさ、過去のやつめっちゃ見てるんですよ。え、だよね、未完全くらいですよね、ロビー行くの。だからさめっちゃさ YouTube 見てて過去のやつをなんか自分やりたいなって思う。ないじゃないですか、イーストリーゲームとかね。ね、やりたいのに、歯医者の部屋とか行きたいのに、負ける気満々なの。そうそう、ターンテーブルみたいなやつね、やりたいんですけど。強そう、弱そうだよ、ここは運ないからさ。だからめっちゃ確かにな、そう、勝つなら一番勝ちたいんだよね。広島密着来てほしい。いやだからロビー本当に最終審査で行っただけかも。最終審査がさ、私劇場であったんですよ、12研究室のね。その時くらいかもしれない、もしかしたらロビーに行ったのが。そう、ロビーで待ってたんですよね。で順番に入ってってみたいな感じでした、その時だけ。ロビーに行きました。いや本当にその時だけな気がしてきてる、怖。劇場いいよね、いいよね、最終審査劇場ってめちゃめちゃいいですよね。なんかすごい、劇場すごーってなった記憶です。めっちゃすごいってなった記憶です。自分の壁写見たことないよ。飾ってあるのを見たことないな。クレドホール、クレドホールってどこだろう。まあでもまあ壁紙はさ、まあ、画像は見たことあるから。え、見たことないよ、普通にロビーとか行かないもん。ロビーとか行かないもんね。あ、その画像は見たことあるから壁紙の。そうね、まあ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 、まあ、ね、四国観光大使、勝手に四国観光大使、桜の花びらありがとうございます。ちゃん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 、こんばんは。うちの株式は何？めっちゃ気になるのが星なんだけど。何？飲みすぎてね、今日起きとくって言ってたのにね。いやもうお仕事疲れてるんだよ。株式拝んでない？みんなじゃあココハの株車の前で参拝してください。劇場来ることあったらココハの株車の前で参拝して、そしたらあのご利益やるから。質問、いや何でも、なんか質問あれば全然何でも答えてる。X でもハッシュタグつ
つけてなんか言ってくれてたら全然何でも答えてます。お賽銭はねちょっとまあ、 受け付けてないんですよ。そんなあのこう何かをしてもらうってことはもうこれ以上してもらうことは私ないので、皆さんには最大限いつもあの服をいただいておりますので、お賽銭とかはないんですけど、あの参拝してください。ぜひ自分が映り込む結果して中田です。5番ありがとうございます。なのでモーメンの編集も見てる。モーメンの編集めっちゃ見てる。少ないと悲しくなるぐらいに見てる。じゃあもうあの全然そうそう、マリンさんと一緒の衣装なんだよね。あ、いいね。5泊5礼8泊でお願いします。これでいきましょう。それでいきましょう。あのぜひあのお友達と来た方はじゃあその姿をねぜひ、まあ、なんか動画撮っていただいたりしてね動画見てよ。何のだ2じゃないよかな。モバメの編集はねめっちゃ見てますね。なんかやっぱ嬉しいですから、私宛に書いてくれてるなんてもう嬉しいですからね。そんなめっちゃ見てますよ本当に。多すぎ新年度お何やってんだろうってなるけどね。もうごめん、え通ってくれたの。マジいやマジやってほしいと思ってる。マニさんと同じこと言ってる。何なんて言った、なんて言った。ここはマニさんと同じこと言ってた。ぜひ言ったらやります。ぜひやってください。本当にこんばんは。周りの目に耐えながらねぜひお参りしてくださいぜひ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 どうぞお願いします。おーマリンさんいいこと言う。誰もいないし、誰もいない瞬間狙わないで。みんなそれをもう恒例にしていくんだよ。ココハのこと知らない人もあーなんかみんなあそこでお参りしてるなみたいな、あーいいことあるのかな動くはたありがとうございます。マリンさんその食事羨ましいでしょ。すごく楽しかったですこいつの時こいつの時わかります。そうそう並ばれちゃうよ。あ6月の握手券届いた、楽しみにしてよーっと見せつけていく気持ちでいきましょう。みーたんが羨ましがってた。本当になんとも言えない。あいつ拝んでるからここ欲しいな。いやーいいね、それぐらい広まってほしいですけどね。まあ誰かやってくれるかわかりませんが、勝ったかなった嘘。いやちょっと何とも言えなかったけどいやまあそうだよね。ダンス本当ですか。もうオモリスのショールームしてる珍しい。最近ショールームしてるめっちゃ珍しい。ありがとうございます。いや本当にパスワードがわからないからやってなかったんですね。制服の目からおね、やば、ここは偽造トラドシーになろうかな。偽造トラドシーの年上に なろうかな。珍しい配信してます前パスワード分かんなかったから仕方ないよね。てかまあ忙しいしね。嬉しいねみんな。通知のどみした5礼5拍手8礼1枚分ぐらい使っちゃいそうだけど今日はとどまるよ
に全然使う。五霊五白紙八霊に19で、うん、鳥年ここは早生まれなんだよね。昨日の配信見てたよ。見ました、昨日の配信。鳥年です、私鳥年です。いやいや、だから鳥年です。鳥年魚座 A 型みたいな感じですね、そこら辺のそういうやつは。でもなん、うさぎ年とかね、可愛いよね。確かにうさぎが良かったな。鳥同じ、同じですって言ったら年齢バレるけど大丈夫だいたいさ、こう12だからさ、12がね、 A 型っぽい。そう、 A 型なんだよね。大座でしょ、大座、鳥年で大座。いや、もうそれはもうね、もう近いから。はあ、なんて読むの、伊手座 A 型です。なんて読むんだろう、魚座と水亀座の境目境目って何A 型、え、そうだ、 A 型一番多いのに。魚座一緒、魚座はね結構気に入ってる。あ、羊って読むんだ、あれ。魚座は結構気に入ってるんですけど、鳥年はね、餃子やめてよね。まあ、うさぎとか可愛いよね。あとなんだね、牛とらう、たつ、たつとかもかっこいいね。み、馬、猿、鳥、犬、いい、え、とばれても年齢当てられない自信ある。え、ちらし寿司いいな。なんかすごいね、自炊するのはね、肉炒めたりちらし寿司だったり。 AB って言うとだと思ったわ。あー、わかんないんだよね。ここさ、よくさ、なんか血液型でさ、なんか何型だと思うみたいな、わかんないんだよね。その A、AB、B でしょ、3種類、あ、4種類か、 O もあるのか。そんな人間が4種類に分類されるわけないんだからって思っちゃうタイプですね。まあでもいいとこ取りはしちゃうよね。 A 型だから几帳面ですみたいな。いいとこ取りはね、自分にとっていいとこ取りは結構しちゃいますけど、4種類に分類されるわけもないなと思ってますけどね。あ、タツ年生まれ、タツに憧れる。犬も可愛くていいけどね。タツいいね、かっこいい。年齢なんて知られてもね。命名座、エース、エース、エース、びっくりする。そうそう、4つに分類されないからね、ほんと。人間なんていっぱいいますから、このように。犬かわいい、犬かわいい、犬ロシですっていうのかわいいですね。何年ってあんま聞かないけどね、人に。なんか血液型はさ、割となんていうの、友達の血液型とか割と知ってるけどさ、何年ってあんま知らないよね。まあ別に知るっちゃ知れるのか、誕生日とか知ってたら。年齢言ったら、あ、そうなんだ。鳥も可愛い、鳥可愛いかな。まあ、確かにペンギンだと思えば、ワンワン、ちゃーんちゃ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 ちゃ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 。ヘビね、ヘビもいいよ。なんかニョロっとしててかっこいいからヘビもいいですよ。違ったら盛り上がらない。確かに年齢全肯定の人ですよ。全肯定ボットでやらせていただいてます。その否定とかね、してもね、否定をして自分に得になることってないですからね肯定していきましょうよ。何歳、わかんない、みんな年齢とかわかんない。ある程度年は割れるこんばんは、全校でオタク、ありがとう、ほんといつも助けられてます、ありがとうございますありがとうございます。
同い年、ポジティブシンキングでしょ。そう、人に対してはめっちゃポジティブなんだよね人に対してはもう超ポジティブですね。てかさ、もう今日さ、キメさんにさ、ちょっと帰り抱きしめてほしかった気持ちは、私はどこにあって今日を終えればいいんですかね。悲しい。次いつ会えるんだろう次いつ会えるんだろうな。癒される、よかった。拝まれる対象は違いますな。そうでしょう。ぜひなんか拝んでください10年近く離れてるのかと思ったら、お母ちゃん若くね、若いですか。私若いかな。全部正しいと思うまあ正しくないこともね、時には地味に引きずってますよ。そうそう、なんかちょっともうなんかね、なんかあーってなってたからさ、なんか抱きしめてほしいかったなーって思ったけど終わってからあんまりなんか会えなかったから。そうなんですよ。そう、ちょっとなんかちょっともう疲れちゃったなちょっとなんか疲れちゃったなって思ったから。だけど2日分1日なのかな、録画面なりません。録画面ずっとマリンさんですよ、ここは。マリンさんで行くつもりです。そう。次は抱きしめてもらいたいと思います。36。録画面ね。マリンさんはね、本当憧れ尊敬のアイドルですから。もうアイドル、アイドルなんだよね。いや、もうほんとキラキラしてて、推しを全肯定すること、良くないことがたまに起きる。まあね、そうだよね。そんなさね、ブレない心やらしいや、そうなんだよね。若く見られる？え、若いでしょ。いや、まあさ、ここはアイドルなんだけど、なんて言うんだろう、そのなんて言うんだろう、このもちろん先輩じゃないですか。なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、いつまでたってもこうはぁってなる存在っていうか、そういう感じですよそういう感じ。そうそうそう、憧れだからさ、こう理想みたいな、そういう感じって感じ。その私もアイドルなんですけどそう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 、永遠に憧れ、そういうことです。そういうこと。そういうことです俺も憧れちゃういやいや、誰かの憧れっていいよね、かっこいい。その通り、みちさんね、確かに。わかるわかる。推しもそうです。いや、まあそうだよね、そうだよね。歌声もね、かわいいよね。ハートありがとうございます。今日はリトマでニクルさんと遊びましたリトマで、なんかリトマってなんていうの、最初 A メロとか4種類あるじゃないですか、なんかこのブロック的に3種類制覇したよご飯、あるよ、かった、嬉しいな。そこはじゃあなんかなくさ
なくならないようにしていきたいな。見せてほしい。ハートありがとうございます。また来ました、ありがとうございます。まあね、出会いってことだよね。桜の三色団子ありがとうございます。ありがとうございます。リトマ、え、違う。ヤコはね、イントネーションおかしいことね、たびたびあるからね。なんかさ、こういつも応援してくださってる方のお名前とかもさ、なんかこの間言われたんだよね、そのトーク会の時に名前を呼んだら、なんかイントネーション他の人と違うねみたいな。あの、そうイントネーションが違うことは結構たびたびあるかもしれない。ココハ、そういうのたびたびあるかもしれないです。継続的に努力ね、嬉しいな。いや、まあ頑張ることしかできないからね。結果が出る出ないとかじゃなくて、 X の、お、今日あげたやつですか、ありがとうございます。久々に青来ました。そういえば久々に青来ました。イントネーション、そう、イントネーション、鉛なのかな。そんな田舎に住んでなかったんだけど、愛知もそうなのかな、わかんないな。研究成功、お、来てほしい、ぜひ待ってます。あさったが一目し広島頑張るのすごいかな。いやー、でもまあ頑張らないとね、嫌だもんね。そうね、ティンジントももうすぐです。3月が終わるからね。桜の花びらありがとうございます。広島弁はそうですね、今は敬語なのであんまり出ないです。反復横跳びはさ、あれだよね、なんだっけ、あのミオさんとイズリンさんのニーじゃないやの YouTube で言ってた。うん、そう、最近のやつ、イズリンさんとミオさんのニーじゃないやの YouTube で言ってました。反復横跳びのイントネーション問題、三吉さんがめっちゃ指摘されてた。それをね、見ましたね。リアルお話会おすすめの日ってありますか。いつでもおすすめです。そう、今回の部分、京都、あ、京都ね、関西弁だ。あ、ルーさんイントネーションまぐってるんだ。名古屋は反復横跳びって言うんでしょね。反復横跳びだよね。タイムリーでその話してたから、イントネーションはね、まあたびたび違いますが。あ、でもさ、なんかこないだっていうか、その幕張でホテル泊まったんですけど、関西弁出して、あのホテル泊まった時に、こうハンプが謎すぎる。ね、あのなんだ、そのベッドでさ寝てたんですよ、岩にあったココミンとココハで。その終わってからゆっくりしてたんですよ。でコンセントをさ、携帯の充電器ね、挿してて、え、なんか そっちタワーみたいな、普通に聞いちゃって、広島弁って届かないのことをタウとか言って、届かないのことをタワンとか言ったりするんですけど、それ、まあ、広島弁ってことはまあ存じていたんですけど、やっぱ日常的に出ちゃって、え、そこ充電器タワンくないみたいな、普通に言っちゃって、でなんか一瞬もうなんかシーンってなって、え、タワンみたいななっちゃって、そうだから、なんかその語尾とかのなんとかじゃけんとかも使わないんですよ、結構使わなくて。でもなんかそういう単語とかはやっぱり難しいなって思いました。語尾とかは多分本当に出なくて、脳内変換で勝手に出ないようにしてるんですけど、単語とかはやっぱり出ちゃうんだなって思いましたね、方言が。あ、姫
めかさんのルームから来たんですね。今日はひめかさんとも結構喋れました。嬉しい、ありがとうございます。ひめかさん配信してたんだ。いや敬語だとあの方言出ないので、大義はね使わないかな。愛知癖強いんだ。あんま思ったことないけどね。そうね、単語はね、そうだよね、伝わんないよね。そういうことがありました。そういうの面白いよね、不意に出てさ、みたいな、面白いなって思いました。面白いと思いました。そうそう、語尾とかは、そうそうそう、簡単。トークは方言どうだろう、出てましたか。微妙かも、微妙かも。不意に出てるの聞いてみたい。方言気にならなかった。たまに出てた。なるほど、たくさん喋ってるとたまに出るのかもしれないです。そういう感じかもしれないです。英語派、絆創膏派。絆創膏派かも。絆創膏派です。まあでもそういうことですよ、そういうことです。博多弁、うん、かわいいね、それは。なんとかとーってやつね。ゴミはちょいちょい聞いた、まあね、ちょいちょい出るのかも。ゴリゴリとかじゃないかも。絆創膏派ですね、私は。いや、バンドエイドも使うかな。なんかちっちゃい頃バンドエイドって言ってたかも。そういう感じです。そういう感じです。女の子とじゃけんの、本当に、まあ確かに10年前か。じゃけんのは多分言う人は今はいないかな。フィッピさんとね話して、虫取り網、虫取り網は虫取り網。夏の恋はフェードアウト、気づかずに夏の幻、ちゃんといつの間にか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ジャケンのね使わないかも。ジャケンは使いますね、なんとか。ジャケンは使います。あ、今日も本当に結構前に座ってましたね。見えてましたよ、ありがとうございました。山本アンナちゃん、そういえばさ、そのイコールラブのさ、山本アンナちゃんもさ、広島出身なんですけど、この前そのイコールラブの公式 YouTube で野口よりちゃんと広島旅の動画が上がってて、なんかさ、知ってる景色、全部が、全てが知ってる景色だからさ、なんか嬉しくなった。なんかそういう、なんかどこどこ旅、アイドルさんがさ、なんかどこどこ旅みたいなあげるじゃないですか、 Vlog みたいな。でさ、普通に見るのも面白いんですけど、今まで広島旅っていうのはあんま見たことがなかったので、なんか初めてその自分の生まれた土地 をさ、そう、旅行してる Vlog みたいなのを見て、なんかいいなってなった。ジャロも使うね、なんとかドス2列目だね。そう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 、親近感。そうそう、広島旅とかあんまないじゃないですか。なんか京都旅とかはなんかよくアイドルさんとかしてるイメージあるからね、なんか見たことあるけど、広島激アツってなった。もう知ってるとこしかなくてびっくり、面白ってなった。不思議な感覚でした。ジャケーは使うね、宮島好き、あ、嬉しい。ジャローは8期、ジャローを使うね、ジャローは結構使っちゃうんですけど、ジャローは結構使っちゃいますね。ユニバ
ユニーバ。テンション確かにな、それはそう。僕はもうカキのぬいぐるみ欲しいな。知ってんの番組、あ、知ってるよ。マリーさんとか出てたやつでしょ。ジャロってなんじゃろ。それじゃろ、それじゃろ。あ、パーマ使ってて、ジャロってなんじゃろの時だけ使う。そうなんじゃ。なんかさ、でもさ、冷たく感じない広島弁。そうなんじゃとかさ、なんかちょっと冷たく感じない。そんなこともないの。今日の公演特で、わ、嬉しい、ありがとうございます。美味しそうな名前。広島メジャーなとこ行ったからマイナーでおすすめある。広島でマイナーでおすすめ、なんじゃろ。なんじゃろ。マイナーとか言ったらもうさ、もう本当の地元とかなってきちゃうからさ。あ、なんとかじゃろう。じゃろうは温かめかもね。冷たく感じたことない。温かいです。広島いいよね。じゃろってなんじゃろう。大悟さんっぽい。嫌だな。嫌じゃないです、嘘です、間違えました。あー、それは知らないわ。オール島、広島弁配信。そのまして、なんじゃろって言ってる。出てこんじゃろ。食べ物屋、食べ物屋ね。ナマステ。マイナースポット。いや、なんか本当の地元になっちゃうじゃん。そのなんていうの、家の近くとかになっちゃうじゃん。そのマイナーとか言われると、なになになに、なんとか発言、なになになに。え、そうなのよ。そうなのよ。そうね、地元なんや。あ、行ってらっしゃいませ。家の近くがダメじゃろね。ねえ、ジェロ使っていいよ、みんな。ジェロ使って、上手、うまい。ご飯屋さんで、ナマステですよ、やっぱ。やっぱナマステですよね。やっぱナマステカレーじゃないですかね。あとはなんじゃろう。そうね、ここはママのご飯に決まっとるけどね。毛利元就って英雄な、多分。今日は眠いじゃろ。え、眠いよ。なんじゃろ割と。だって自然なのよ、ここ。普通、これ普通、これ普通なんよね。確か、ありがとう。ナマステしか勝たんよね。あ、氷屋雪帽子、いやでも氷屋雪帽子さんっていうのあるんですけど、かき氷屋さんがね。でもこれ一つ食べきれないかったんですよ。食べきれないのにおすすめしていいものか。いや、いいですよね。美味しいのに変わりはない。食べきれなかったけど、美味しかったのに変わりないから。そうですね、今から確かに暖かくなるし、氷屋雪帽子っていうね、あのかき氷屋さんがあるんですけど、やっぱいろんな種類もあって、期間限定とかの味もあって、ちょっとココアは食べきれなかったんですけど、あの量もだし、ちょっと甘さ的にも。だからでも本当になんかいろんな味があっておすすめです。確かにおすすめ。冬でも食べれるじゃろ。うん。本場のお好み焼きで食べてほしいね。あとは甘いの苦手、苦手じゃない、好きなんだけど、あ、好きなんじゃけど、わずたらしすぎ。好きなんじゃけど、たくさん食べれん。なんか
胃もたれ、胃もたれしてしまうけんさたくさん食べれみたいな、そういう感じかな。牡蠣美味しいよね。牡蠣牡蠣牡蠣、ビジネス感出てきたビジネスじゃないよ、広島出身じゃけんね、ここはって実は広島出身なんだけど、あ、実は広島出身なんじゃけどいや、ちょっと今ちょっとやってみとるやってみとるんよね、広島弁。ちょっとなんでこんなぎこちなくなるんじゃろ胃もたれはビジネスじゃないよいや、忘れつつない、多分広島に帰って、そうなんじゃ、あっとる、広島に帰ってこの広島弁の友達喋ったら多分普通になると思う。いや、でも分かんないな、頑張って今広島弁使っとるけど、いや、分かんないな。え、でもなんか確かにっていうのがおかしいかもしれないけど、制服の上のゲネにママとかお姉ちゃんが見に来てくれた時とか、この間お姉ちゃんと会った時もそんなに広島弁使ってないかもしれん、もしかしたらね。いやー、染まっちゃう、やだやだマリンさんが何気になるな、地元に戻る。え、そう信じたいよね。ここさ、今半年帰ってないけんさ、広島にちょっと半年ない、はん、いやー、どうなんじゃろうな。帰ったら確実に戻る。ちょっと地元に帰るとバリバリ方言出るでしょ。あ、おでこさらしてるのかわいい、こっちで。え、わかんない、どうなんじゃろう。染まっちゃったの、もしかしてここは染まっちゃってる、染まっちゃってるかなおでこ、今日前髪がでも綺麗だからさ、今っていう感じ。何と教鞭喋ってんねん。いや、分からんのよ、その名古屋に引っ越してきてからまだ一回も広島に帰ってないけん、分からんのよね標準語、方言羨ましい。じゃけん、もし広島に帰る時があったら、もしかしたら言われるかもしれん。使おうとすれば自然と、まあね、都会の女になっちゃった、名古屋の女。いや、だからフエッピさんと話す時は、まあ、お話ししたことはないんですけど、敬語だから出ないんですよ敬語だと方言って出ないので。そうです。いや、でもこれからはちょっと広島弁、広島弁もね、なんか忘れない程度にはね、なんか喋っていきたいなとも思ってるんですけど今日でちょっとでもだいぶ感覚戻ってきたかもしれん、もしかしたら。方言かわいよ、やっぱ方言褒められちゃったらさ、結構さ方言喋っちゃおうかないや、でもなんか配信でタメ口なのはいかがなものかとちょっと思ってたりして、ちょっと迷いどころではある。今日ってそう、今です。桜の花びらありがとうございます。横浜でそう、どんどん使って、使おうかな混じり混じりにしようかな。じゃあタメ口で、ええー、じゃけん、それはちょっと違うわ、それはちょっとね、エセ、そういう時はそれはタメ口でいい、けんだな、じゃはいりません関西弁の人ってなかなか抜けないと。確かにな、それはそうかも。配信はためでいいじゃん、あ、上手、トーク、トークはね、そうめっちゃいい、オッケー、受験、まあうまいかも。困惑する視聴者、もちろん敬語ですよ。みんなね、でも結構上手かもしれない、上手かもね。
構上手かも。じゃんけんぽんじゃけんまあ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 、そんなね、使うシチュエーションがあるのは分かんない。よしもゆきくんなれとるけど、ゆうなんなれん。まあね、まあ、どうしてもね他の方言使おうとするとなれないのはしょうがない。そうじゃろ。いやいや面白いねいや面白い。なんか自分の広島弁がさ、なんか不自然に感じるのもちょっと面白いいや結構18年広島で育ってきたはずなんだけどな。なぜでしょうキャン広島弁しか喋れん。濃ゆい広島弁みたい。濃ゆいんかな。そのくるみさんの関西弁めっちゃ可愛いよね。くるみさんもさ、なんかあのそんなに関西弁が出てるイメージがないんですけど、この結構前のメールで言ったんですけど、京香さんと喋ってる時に関西弁なんですよ。それをここはちょっと遠くから聞くのが好きなんですよね。あの盗み聞きしてるとかではないですよ決して。明日ユニバ行く件楽しみじゃろ。おめっちゃ上手。魚はびらありがとうございます。生まれも育ちもね広島です。ならね、そうそう、距離感怖い。 いや関西弁はねここ好きなんですよね。あーもともとそんな強い方じゃない。あ配信で出るんだ。やっぱ配信で出すのはいいんだね。じゃあここも配信でね、ちょっとね出していこうかな。あふわっと出る方言が可愛いんだねそうか難しいね。こうどれだけ出していくかっていうのもちょっと難しいところではあるね。練習あるのみやば。広島出身なのに練習しなきゃいけない桜のハビありがとうございます。広島パルコ地下の天津飯うまいけん。おえー、食べたことな。標準語講習とかないよ。あ関西弁出すのもうそもはやよくわからん。英語関西出すタイ、そうそう出すタイミングの練習をそうね、方言の女で方言の女で頑張りたい。蓬莱の天津飯食べたことないな。ハートありがとうございます。綺麗ありがとうございます。方言と、いやそうなんよね、方言って結構さ、なんていうの、引き出しが多いというか、方言というカテゴリーからのあれが多い。方言楽しいけんね、ほんとね。こんばんは。でもそうね、焼肉、うわ焼肉行きたいな。焼肉行きたいな。やばっ、え待って、ここは何時から配信しとったんじゃろ結構配信した、びっくり。これ1時間で終わると思ってたんだけど、いやでも言うて1時間くらいか。何分から始めたか全然覚えてないけど、25から。いや全然1時間じゃないねあ1時間半くらいってことか。びっくり、1時間かと思ったよ。びっくり。あーでも今日はもう猛反省と、キメさんに抱きしめてもらえなかったあれがあるからでも抱きしめてくださいなんて言えなくない、普通に言えなくない、普通にね。そんなだから誰かちょっとこっそり言っといて猛反省だから抱きしめてあげてって焼肉で一番好きなお肉はなんだろう、脂身が少ないところ、ちょっと分かんないな部位の名前がちょっと分かんないんですけど、緑だるまありがとうございます。まだ言ってない、そうそう心残りだから。3秒だけ見てきた、どうだった。ココハも今日めっちゃ朝早かったよね。そう公園の前にちょっと撮影があったので、
めっちゃ早起きしてた。うちらは言えん、反省してるよもちろん。ハラミ好きかも、馴染んできた言っといてあ、劇場からおかえりん。だから誰かこっそり言っといて、ココハちゃんがあの猛反省してて、あの帰りに抱きしめてほしかったんだけど、あの言えずに昇進だよってうん、お疲れ様ありがとうございます。4時半起きは早いね、確かに。何時に寝たかにもよるけどね。赤身が好きです、ココハも、ココハもです。赤身白身 DM に送っといて肉は何でも好きです。いやさすが、好きな食べ物がお肉なだけある白身赤身何、昇進で笑わないで、昇進でなぜなぜ。可愛い通称ね、可愛いよねお肉食べたくなるよねいや脂身ちょっと苦手なんですよね、ほんとちょっともうやめて、その人伝えで伝えようとするのやめて、それは本当にハートありがとうございます。脂身食べれないんだよね、ハートありがとうございます経由経由やめて見れないし読むでしょ、みんな。同期と焼肉は行ったことないな、焼肉はないです。タン好きですよ、タンは好きです。あ、58分過ぎた、やばいね、もうすぐ終わりだ。今日もありがとうございました、公演ね、もっと頑張ろうと思いました思います。経由経由とかやめてね、絶対絶対やめてね、振りじゃないから本当にやめてねご迷惑すぎるから本当にやめてね振りじゃないよって言っとかないと、本当に分かんない人がいるからダメだよ本当31、あ待ってみやーす、どうもありがとう。あ、お仕事お仕事ファイト、みんなそうだよ、みんなお仕事ファイト。遊べました、いいな待ってみやーす、どうですか、頑張っていこう、アリュー、みんなもお疲れ様でした。なんだか伝えない、ありがとうございます、こちらこそ見てくれてありがとうございました。みやす、おやすみ、バイバーイ、おやすみ、今日もありがとう、こちらこそありがとう、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみみずみ、おやすみみずみ、なおありがとう、だるまありがとうございます、おやすみなさい、アデュー、ハートありがとう。アーカイブ、まあ見てください、温かい目で